ったスープが。よし。今の物音は何だ、野良黒。怪しい飛行機が爆弾を落としたんであります。何者。いっちょ高射砲で撃ってやるぞ。はい。よし、正体捕まえてやる。何でも素直に白状すれば命だけは助けてやるぞ。実は総攻撃の準備中でして、こちら様を混乱させるために。総攻撃だと。ふん、いつでも来いだ。冒険連隊はびくともせん。帰ったら隊長にそう言え。はい、そう申します。隊長殿、行ってまいりました。ああ、よくやったよくやった。疲れただろうな。いえ、その、いえ、隊長、その、で、作戦は成功しただろうな。うん、それが、その、飛行機を取られて作戦をさっぱりと白状してきました。はい、そうかそうか。なんだと、わしの天才的な作戦を敵に白状しちまっただと。バカ者。その、黒いやつが出てきたんであります。黒いやつだ。隊長殿、いい加減にしろ。腹の立つやつだわい。三日三晩寝ずに考えた作戦をパーにしよって。まったくもう。おい、軍曹、軍曹はおらんか。はいはい、ただいま、ただいま。なんだ、二度も呼ばすな。は、申し訳ありません、隊長殿。こうなったら、直ちに攻撃を開始してみてはいかがでしょうか。バカ者、こいつがこっちの作戦をペラペラ喋っちまったんだぞ。どうしてこうバカが揃ってるんだ。そこですよ、隊長殿。どこだ。え、敵は作戦が知れたからには攻撃してこないと考えているに違いありません。そこを裏を返ってドカンと一発、いかがでございましょう。お前というやつは、わしがとっくに考えてることばかり言おって。失敬だぞ。はい、申し訳ございません。まさに天才的な作戦だわい。よし、攻撃開始だ。こういう人は卑怯だ。噂を起こったぞ。全員集合。出撃だ。我が子供をやっつけろ。来た来た、罠にかかるとも知らないで。それ突撃だ。下見撃ちです。もはやこれまで隠そう。無念じゃ。わしの作戦はどんなもんだ。まことに天才的で。おや、隊長殿、例の黒いやつがおりませんが。わしの知恵でと捕まえてやるわい。野良黒、うまく逃げてくれよ。おい、野良黒、しっかりしろよ。お、気がついたか。お、みんなどこ行っちゃったんだ。捕虜になっちゃったよ。僕ら二人だけか。あ、おいのラクロ、あれ見れよ。ん？
隊長殿のサーベルだ。なんだこの紐は。黒いやつが引っかかったぞ。どうだ軍曹。お見事です。バカ、もっと言い方があるだろう。天才的です。その通り。来い軍曹。ノラクロ、これスタル軍の罠に引っかかったようだぞ。脱出するぞ。なんだありゃ。隊長、隊長殿、何でもなる、止めてくれ。あれ、助かった。いや、山だるまの本人だ。どうしよう、ノラクロ。任してけって、僕にいい考えがあるよ。これなら誰が見たって山猿兵だな。こら、そこの王将。はい。そんなところにダイナマイトを出しとくやつがあるか。猛犬連隊の黒いやつが入り込んでいるのかもしれんのだぞ。ちゃんと火薬庫へしまっとけ。あったな。はい。あの黒いやつ、今度あったらやつ先にしちゃう。君は山だるごにまで知れ渡ってんだね。有名人は辛いな。すごい。こら、ここは猛犬連隊全滅祝賀パーティーの昇降席だぞ。二等兵の来るところじゃないわ。はい。早く火薬庫へ行ってこい。急いで。メガネじゃないか。え、ここだ。わあ、連隊長殿、よくご無事で。やっぱり助けに来てくれたのだな。ありがとう、ありがとう。おい、ノラクロ、早く手伝えよ。こっちを片付けちゃうから待てよ。バカ、グズグズしてたら見つかっちゃうよ。おい、早くせんか。しばらくでした、連隊長殿。いや、怪しいと思ったら貴様はあの黒いやつ。それ逃げろ。とうとう捕まえたか。よくやったぞ軍曹。味方の保証に化けておりましたんです。何、保証。そうするとあの時の二人は。何、わしにはちゃんと分かっとったのじゃ。わざと見逃したんだぞ。恐れ入ります。おい黒いの、覚悟はいい。待ってくれよ。せめて死ぬ時ぐらい大事な暗号手帳を抱いて死なせてよ。何、暗号手帳だと。宴会場のテーブルのところへ落としてきちゃったんだよ。グッソ、聞いたか、暗号手帳が手に入る。さようで。こうして座ってちゃよくないな。まさに天才的なご意見。それバカ者、敵に暗号手帳を渡すとは何事だ。おい、わしたちを助けない気か。そろそろいいだろう。せーの。どうだい、ざまみろ。今のうちだ、連隊長殿。来いよ、メガネ、こっちだ。おう、どこへ来た。ほら、ノラクロ、逃げる気か。白状者、軍法会議だぞ。でも狂ったのか。いいから乗れよ。なんていうやつだ。生きて帰ったら銃殺にしてくれる。お、ノラクロですぞ。な、何、どうする気だ。ああ、見てろよ。さすがだな。くそ、覚えてろ。隊長、しっかりしてくださいよ。苦しいぞ、ノラクロ。わしを締め殺す気か。あ、申し訳ありません。
すぐに楽にします。せの、おいおいおい、バカ、このままでいいんだ、このままでいいか。まったくあいつには肝を冷やされるわ。うまくいったな、ナラクロ。